はい、それでは文献紹介を始めます。今日の文献は、Neural Machine Translation of Real Words with Subword Units ということで、2016年の ACL からです。で、発表中の図や表は論文から引用してます。で、概要です。ニューラル機械翻訳で、単純かつ効果的に、語彙を扱う方法ということで、部分語の系列としてその単語を扱うことで低頻度語とか未知語の問題っていうのを、解決しようとしたものです。で、ニューラル翻訳っていうのは、語彙数の制限とかあるんですけども、そういうのもうまく扱えるようなものです。で、これを検証したところ、 WMT15 翻訳タスクで、英語ドイツ語ですかね、でブルーが 1.1 ポイント向上したっていうふうな文献になります。で、初めになんですけども、低頻度語の翻訳、未知語の翻訳っていうのも問題になります。これは NMT に限らず、フレーズベースでもなかなかうまくいかないです。で、特に、ニューラル翻訳では入力の語彙制限があります。入力がベクトル表現になりまして、そこで一定の語彙制限というのがあります。で、そこで、低頻度語を、何かアンノーンとかに変えて、辞書による対応とか、あとそのままコピーするようなモデルなどが、最近提案されています。しかしながらそうではなく、著者らは語彙の制限をしないニューラル翻訳っていうのを目指しています。で、これを、バイトペアエンコーディングという、情報圧縮で古典的に、ある方法で、これを単語分割に応用して、実現しようというものです。で、ニューラル翻訳、これはイメージ程度なんですけども、彼らはこの バダナウさんですかね、提案した注意型 RNN エンコーダーデコーダーモデルを使って、実験を行います。で、簡単に言うと、それぞれが、リカレントニューラルネットワークになってて、それぞれが状態を表してて、彼が入って、次歯が入って、アルクが入って、で、次デコードする部分では、それぞれの時系列に注目しながら彼を翻訳するとき、でその出力がまた入ってっていうふうに、その時間ごとの、出力っていうのをうまく取り込んだようなモデルっていうのを使っています。で、ここから本題の、部分語翻訳なんですけども、その直感的なアイデアとして、こういう表現、例えば英語でバラク・オバマっていうのがあったときに、カタカナにそのままトランスリテレーションされます。で、あと借用語や語源が同じ語っていうのは、言語が違っても大体同じような対応っていうのを取ります。で、一番下は英語とドイツ語のように、ちょっとドイツ語は形態論が複雑になっています。で、それでソーラーシステムっていうのが、ドイツ語だと素念システムですかねっていう風な複合語になっています。で、こういうのを部分語を使うことで、うまく翻訳できるんじゃないかっていうのがそもそもの発想です。で、部分語の関連研究ですけども、未知語の翻訳っていうのは、統計翻訳の一つの課題になっています。で、さらに未知語は何かっていうと、ほとんどは名詞、固有名詞とか複合名詞とかになっています。で、これを、今までの研究では、例えば形態素解析による対処とか、先ほどのニューラルネットワークだったら、コピーモデルを使ったものとかっていうのがあって、それにより対処を行ってきました。しかしながら著者が、主張しているっていうのは、部分語の単位っていうのはもうタスク依存で、それはタスクごとに決めましょうということ で、どういう決め方かっていうところで、このバイトペアエンコーディングっていうのを使ってます。で、他は関連研究で NMT 向けの語彙の固定に、別のそのキャラクターエヌグラムを使ったものとか、
もっと小さな形態層を単位としたものっていうのが関連研究であります。で、ここで著者らが使ったのがこのバイトペアエンコーディングっていう方法で、これはまあ情報のそのデータ圧縮手法のバイト対符号化、まあ可逆圧縮なものになってます。で、まあ単純なものでこれは、頻度の高いバイトのペアっていうのを一つの未使用バイトへ置換するっていう風な、まあシンプルなものになってます。で、例えば、A と B っていう風な文字列があった時にこの組み合わせの頻度が高い時に AB っていう新しいシンボルを作って、その AB がその未使用のバイトに割り当てられています。で、まあ言い換えると、まあ、品質する文字 N グラムがどん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 結合されていくようなものです。で、これが疑似コードとかなんですけれども、まあ、一応その単語の終わりっていうのは、まあ、点で表されてます。で、まあ、これが Python の、疑似コードで、まあ、メインがここで、まあ、ローとかローワーとかローニューウエストとかワイデストっていう風な文字列があって、まあ、それはある回数、まあ、その部分文字列頻度が高いものからどんどん結合していきます。で、まあ、部分文字列を取って、でその中で、最も頻度が高い文字列をマージするっていうのを、繰り返していきます。で、そうした時に、まあ、こういうふうに、まあ、最後 R と R で終わるものが多いとか LO でとか多いとか LO とさらに W が多いとかで、こういうものがどん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 一つの文字列として結合されていきます。で、例えば道語がローワーだとしたら、これっていうのがローっていう、単語と ER 点っていう単語になります。で、これを、まあ、ソースサイドとそのターゲットサイドで、まあ、独立して行うものと、でさらにそれを、まあ、その語彙が2つになった時もさらにそれを、頻度が高かったら結合するようなものっていうのを2つで、実験をしてます。で、評価です。評価したいことっていうのが、低頻度語または道語の翻訳が向上したか、まあ、これっていうのが、まあ、著者らの、提案した方法が、まあ、バイトペアエンコーディングということで、全ての文字列を、まあ、部分文字列に置換していきます。なので、道語とか、まあ、道語がそのコーパスからなくなるということなので、まあ、低頻度語と道語の翻訳が向上したかっていうのを知りたい。で、まあ、あと分割単位はタスク依存って言っていたのですけども、どの分割がいいかということを評価しようとしています。で、まあ、そこで、先ほどの注意機構付きアテンションニューラルネットワークを使って細かいパラメータを省略しますが、コーパスは WMT2015 で英語ドイツ語英語ロシア語でそれぞれ400万分超のもので実験を行っています。で、ここから、まあ、評価に入っていくんですけども、ブルーとかを見せる前にこの部分語、まあ、単語分割単位の統計ですねっていうのを表しています。で、これがドイツ語の、分割の統計になっています。で、何もしないとトークンが100ミリオンとかで175万タイプで、アンノーンワードが1079とかになってます。で、文字にするともちろん、まあ、アルファベット A から Z ともう少しですかね、3000種類ありますドイツ語だと。で、まあ、アンノーンワードは0で、文字列のバイオグラムにすると、まあ、増えて、トライグラムにすると、まあ、もっと増えてっていうふうなありきたりなものがあって、あと彼らがやった BP っていうのと、まあ、ほどほどっていう言い方は適当ですけど、6万ぐらいの語彙で、まあ、結合したものだと、まあ、ちょっと道語が出てしまうんですけども、これぐらいの語彙で、まあ、トークンが単語より少し増えてるぐらいになってます。で、結果ですけども、英語ドイツ語翻訳の結果です。で、ここで出てくるのが WNK っていうのが、
アンノ未知語、まあ、ある語彙を超えたものっていうのは、まあ、アンノーンになってて、ディクトっていうのが、まあ、辞書を使って置換するようなものになってます。 C250K っていうのがキャラクター、バイグラムで、 BP60 と BPJ90 っていうのが、まあ、彼らが提案したモデルにものになってます。で、まあ、表が見にくいんですけども、まあ、何もしないものに比べて、まあ、辞書を使うとよくなってるし、で文字バイグラムを使うと、まあ、よくなってる。で、まあ、単純な BP ダメだったんですけども、まあ、語彙をくっつけるとよくなってるっていうのがあります。でこれがブルーの、評価で、まあ、こっちのユニグラム、の F 値ですねで見ると、まあこれベースライン、これで、まあ、辞書を使うとこれくらいで、彼らのバイトペアエンコーディングを使うと、まあ、辞書を使ったものよりもいいというふうになってます。で、まあ、ユニグラムのプレシジョンなんで、まあ高ければ高いほど、そのF 値なんで、あとここのアウトボーキャブラリーがあって、でこれが、まあ、UNK は測れないのでゼロなんですけども、スコア上はそのここの辞書を使ったらブルーとか高いんですけども、まあ、未知語は結構含まれていると。で、文字ベースの手法になっていくと未知語が減っていくというふうな感じです。で、定量的な分析なんですけども、これがグラフになっていて、トレーニングセットの、に含まれる、まあ、その単語ごとの、頻度のランクですね。でこっちがその単語のユニグラム F 値になってて、だいたいどの手法も同じなんですけども、ここのまあ、その低頻、いわゆる低頻度ですかね、5万よりも下の単語になってきた時に、まあ、この BP ホワイトペアエンコーディングを使うとある程度性能を保ったまま低頻度まで対応できていることが分かります。であまりにも低頻度になりすぎる、まあ、多分おそらく頻度1とかだと思うんですけども、になると、まあ、逆に辞書がちょっと効いてるというふうになってます。で、定性的な分析で、うまくいった例っていうのを挙げてます。でこれが、まあ、システムがあって、入力文があります。で英語からドイツ語の翻訳になってます。でそうした時に、まあ、これが、入力文で、出力リファレンスなんですけども、まあ、辞書を使うと全然違うかって、キャラクター N グラムも2グラムもちょっと違うかって、でそれでバイトペアエンコーディングを使うと、まあそれっぽいものが取れてるので、いいでしょうっていうふうに言ってます。で下の時も、まあ、ドイツ語は多分こういうふうに、まあ、ヘルスリサーチインスティチュートっていうのがこういう複合名詞になってしまって多分大変なんですけども、まあ、そういうのが、まあ、ある程度一定の単位でこう系列として出てきてるっていうになってます。でこっちも同じように、まあ、辞書とかやと、まあ UNK になってそこから頑張ってこれになるとかっていう感じですけども、まあ、文字部分文字を使うと、まあ、これに限りなくあとか同じものが出力されていることが分かります。で、まとめです。バイトペアエンコーディング部分文字列で圧縮することで、まあ、NMT の語彙数問題っていうのを無視できるようにしました。で BP による分割は、まあ、ベースラインより良くて、まあ、あと辞書を使ったものよりも、まあ、未知語の問題を減らせるっていうふうになってます。でまあそういった、まあ、未知語とか低頻度語っていうのは、まあ、ベースラインとか辞書ベースだとなかなか翻訳がしがたいんですけども、まあ、文字列の塊として取ることで翻訳がしやすくなったっていうのが、まあ、この研究になってます。以上で終わります。